あの、100万人到達したときにね、フリーチャットの方でも皆様が待機してくださっておりまして、あの、マネージャーさんから連絡が来て、私も確認したんですけれども、あの、すごいおめでとうございますの中に、あの、声が好きですわというコメントが結構ございまして、私、あんまりあの声、あの、自信はなかったですので、あの、すごく嬉しい気持ちになりましたわということをお伝えしておきますわ。皆様方、本当にありがとうございますわ。 皆様方私のことひいきしてるんじゃございませんのサロメイトの皆様方嬉しいですけれどもごひいをおやめになってくださいましねまこれもね明日言おうと思ってたんですけど今どうしても言いたくなっちゃったので何回も言わせてくださいえー、まだまだ私100万点のお嬢様には程遠いと私は思っております自分のことこれからもですね私頑張って100万点のお嬢様を目指しそして 100万点の笑顔を届けたいと思っておりますからここからが私のスタートだと思って頑張りたいと思っておりますそして重ね重ねですが私がこう慣れていますのもこれまで頑張っていただいた全ての皆様のおかげです本当に皆様 わという気持ちを絶対に忘れずにこれからも頑張っていきたいと思っておりますですから皆様サロンメイトの皆様方もどうか、えー、私が概要欄に書いておりますし、えー、注意や、えー、ゴージャスのお約束を絶対に守っていただきますようよろしくお願いいたしますわ、えー、応援しております心の支えですまあ嬉しいですわ私も本当にねこの数日皆様が私の心の支えですわ <laughs> でもこれからもずっと 皆様にも100万点の笑顔をお届けしたいんですけれどもそれよりも先に私が皆様に笑顔をもらってしまいましたわこれからはもっと皆様に笑顔をお届けしたいと思った